ルーベン・デ・ヨングは、ニュージーランドのキックボクサー、総合格闘家であり、プロレスラー。ワイタケレ出身。ワイタケレ大学に在学時、ストロングマンを志すようになり、数々のストロングマンコンテストに参加。2004年、2005年と、ニュージーランドストロングエストマンコンテストを連覇。この時期に俳優、または、スタントマンとして、アクションドラマに出演した経歴も持つ。 2006年、身体を鍛えるためと格闘のアクションを学ぶために、レースーファイトアカデミーに入門。レーセフォーに恵まれた体型を見込まれ総合格闘技と、キックボクシングのトレーニングを本格的に始め、K1 系列のイベントに出場した。2009年、再び、ストロングマンコンテストに参加するようになり、世界中を飛び回った。2010年、プロレスラーに転向。 ニュージーランドのプロレス団体であるアイポに入団。ストロングマンとしての実績と知名度から入団して、すぐにデビューを飾った。5月にはデビューして間もないながらもアイポ、ニュージーランドヘビー級王座を獲得。2011年、WWE とディベロップメント契約。ラッセル・ウォーカーのリングネームでロスター入り。大型レスラーと期待され、ハウスショーでは、 負け知らずであったが7月にリリースを発表された。同年12月よりアイポに復帰。イベントであるナイトメア B4 クリスマスにて登場し、勝利を飾った。アイポ、ありがとうございます。